今までやってきたものを確実にするっていう、その中でどうクレバーに焦るかっていうところ。今年っていうのは、まあ、より臨機応変に対応できる人っていうのが強くなる。要は今年こそ自重自効と、要はその数多ある情報の中から取捨選択するっていう能力がすごい大事になってくるんですね。ほうでは始まりました、もちチャンネルです。さあてまいりました。フォローデアって何？また聞いてる。フォローデアって、フォローデア挨拶です。いやーみたいな感じ。今年出ますか？今年も出ると思います。もう去年も出た。去年も出てる。いろんな会話問題とかで、ハローの後にカッコがついてるんですか？ついてない。ヒアかデアかデアフォーかみたいな。ないそんな問題はないけど、会話問題とかね。ハローデアフォー、はい、ハローデアフォーない。ない。さあすごい、初めてやってきました、マサラクリニック。大沢クリニック、はい、ありがとうございます。めっちゃいいところにあってびっくりしました。歩いてきた時も。そうね、こんな立地のいいところに。向かい側グッチヴィトンですからね。そう、びっくりしました。こんな高級なとこにあんだなと思って。こっから野口に言えば物運んでくれるんです、はい、おいみたいな。買えるものがない。さあそんな細井先生なんですが、はい、未だにですね、ちょっと細井先生出ないんですかって結構来てコメント来るんですよ。そうですか。まあ僕もね、虎なんで。そうだ、今虎ですからね。虎なんですけど、はい、その虎にですね、やっぱカツを入れてほしいっていうのが、ね、結構来るんですよ。はい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 、時期が時期ですからね。そうです、本当に直前期、ちょっとやっぱこうたるんだ心にカツを入れてほしいみたいなのが来てるんで、ね、うん、どうやって直前期やってったらいいんだっていうね。まあそうですね、勉強法とメンタルをちょっとビシッと先生に言ってもらおうかなと思うんですけど、はい、まあなんかね、まあ結局毎年もう本当みんな言ってること一緒じゃないですか、僕ら塾講師ってね、はいはい、もう要は今の時期にね、まあ、新しいことやったって無駄なんだから、はい、もう試験がねあと1ヶ月以内に迫ってきてるっていう状況で、今が新しいことどん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 やったところで、まあそれは当たり前だけど、もうロケット鉛筆方式にね、肝心なことが抜けてしまう可能性があるから。ロケット鉛筆これ、いや昭和これ最近の子知らないか。知らないと思う。知らないかもしれないですね。そうですよ、まあ、だからね、お尻を出したらね、何か抜けちゃうわけですよね。だからそういうことをするのではなくて、やっぱりもう今ロケット鉛筆であれば、その中に入っている芯をどれだけね、まあ要は充実させられるか、その芯の色を覚えてられるかっていうところが一番大事になってくるわけですよね。だから今新しいものに、まあいろいろまあみんな焦ってると思うんですよ。ああもうあれもできなかった、これもできなかった、過去問やんなきゃいけないし、みんな焦ってるけど、これは当たり前ですけど、ほとんどの人がね A 判定ではないわけなので、うん、全員が焦ってるわけですね。じゃあその中でどうクレバーに焦るかっていうところですよね。結局はね、焦ってるのはもう当たり前、人の常なわけですから、まあ、じゃあどう人に勝つ焦りをできるかっていうことなんですけど、人に勝つ焦り、その通りですね。だから焦る前提でやるんだけれども、そこにロジックがないと、それは闇雲に焦ってることになってしまうと、うん、じゃあ焦ったこのパワーっていうのを正しいベクトルの方に向けないと、どん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 、まあ、いらんことやってたらね、要するに人が正しいことやってたらそこで差がついちゃうわけですから、やっぱり絶対に根幹っていうのをまあこう逃さない。つまるところ、今までやってきたものを確実にするっていうテーマから必ず目を背けないことですよね。はい、これはもう絶対この時期にやるべきことだと思います。でやっぱり新規のものっていうのは、まあやっぱりいろんな本がありますから、やりたくなる気持ちはわかるんですけども、この時期はもうほぼ全て過去問だけにするっていうことですね。要はもう今までやってきた問題集の復習と新規、まあ、ニュー問題に触れるものっていうのはほぼ過去問だけにしてくださいと、まあ、うちの塾ではもうそう言ってますよ。なるほど。そう、要は新しい問題集この時期に入れんじゃねえよっていうことですね、はい。まあ、確かに参考書で売り場とか行ったらこう、ね、魅力的に見えちゃいますからね。そうですね、まあ、しかもどれもほらね、森哲が出したやつもどうも大したことないじゃないですか。いやいや、なんでどれもって言ってみんなに牙向けた後に僕。ねえねえ、だって森哲もなんて大して売れてないでしょ。まあまあまあ、売れたトイックのぐらいしか、はい、全然受験本売れてないじゃん。受験本はまあ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 、まあまあ、けどまあね、その例えば誰もがね、まあ、僕らが出すような、はい、まあ、そのおすすめ参考書になんか、はい、森哲の本一冊も上がってないから。乗ってない乗ってない。ねえ、武田塾のルートに乗ってんですか？乗ってない。教務長なのに。教務長なのに。英語課長。英語課長なのに自分の本乗ってない。自分の本を別に勧めたりもしないし。なるほど。だからまたね、まあこういうやつが中途半端なもの作るわけですよ。だからそういう本がこう並んじゃってて、まあ、実際例えば本屋行ってもね、うん、本当にコアな参考書って、まあ、言うなれば本当10分の1ぐらい、うん、まあ、もう要は当たり前だけど王道ちゃんとやればいいわけですよ、うん、別にね、突拍子もないことをやる必要はないわけだから、そこを外さないでねって思いますよね、うん、はい。
まあね、今年はやっぱコロナとかね、共通テストに変わるでね、もう不遇だ不遇だってね嘆いてる人が多いんですが、はい、みんな同じですからね。まあそうですね。だからやっぱり今年っていうのは、まあ、より臨機応変に対応できる人っていうのが強くなる年ですよね。当たり前ですけど、そのレールに乗るっていう1年では、まあ、うちの塾生にはよく言ったんですけど、うん、今年はレールに乗ったら負けるぞっていう、おお、そう、当たり前だけども、今このご時世でもね、難関大学と呼ばれているところは倍率が例えばね、まあ、10倍とかそういう感じなわけですよね。つまりみんなと同じことやってたら当たり前しか受からない、うん、だけども今年っていうのはもうコロナのせいで全てが散開してしまったわけですね、うん、模試もいつ行えるのかわからない、もう自宅受験だからもう誰が答え見てやってんだかわからない、そうそうそう、そう、これじゃもう模試のクオリティも減ったくりもないわけですよ、何時間かけたって別にいいわけになっちゃうわけですから、うん、だからそういったところも含めて、要は自分が自分で考えて動ける人が今年は有利になると。お、自重自己ない、あ、宣伝になっちゃってる。常時ここにね、ちょっとね、編集で出しておいてほしいんですけれども、要は、今年こそ自重自公と、まあ、毎年僕が塾作った時から言ってきましたけれども、その考え方っていうのが、まあ、すごい大事になってくる一年だなと思いますよね。だから、やっぱりその、みんなと、今まで通り、スケジュール通りやってたら受かるんじゃないかって思ってた人たちからすると、今年はもうその予測不可能すぎて、まあ、かなり動きづらかったと思うんですね。だから、それはもう、心中お察ししますとしか言えないんですけども、もう試合の日は決まってるわけですから、どうこう言ったってしょうがない。だからそれまではどう効率的に、まあ、過ごせるか、そして確たる意思を持って正しいと思える方向にちゃんと突き進めるかですよね。けどそれが間違っちゃう、困っちゃうから、ちゃんといろんなとこから取捨選択情報をして、そして自分でも考えて1月っていうのをね、乗り切ってほしいですよね。さすが高校生クイズ優勝校。まあ当たり前じゃないですか。俺あの全然見てないんですけど、なんで最後わけわかんねえ投げ縄みたいな、あれクイズなんですか、あれクイズっていうか、まあ、どうやってあそこにね登っていくかってやつでしたね。え、あ、それがクイズなんですか。登り方をどうやっていろんなものがあって、はい、このツルツル滑る中でどうやって登っていくかっていうので、もうほんまさ、どうでもいいっすよね、そういうのね、あれどうでもよかった。しかもだから渋幕がそれに気づいてやって見えちゃうから、他のとこはあ、これだったんだってなんかみたいな。いやだからさ、その発想力を競わせてるようでさ、もうテレビの茶番ですよ完全にね。わお。もう本当にね、だクイズだったらクイズでやればいいさ、もうね、そこはちょっとおかしいと思いますけども、まあね、まあ我が母校本当高校生クイズで優勝おめでとうございます。まあもうね、もう遠い先輩ですけどめっちゃ嬉しいですよね、やっぱね。やっぱすごいすごい、やっぱしうまくすごいんだなっていうのはね、よく分かったんですけど、はい、やっぱやり方を普通に敷かれたレールじゃなくて、ちゃんと臨機応変に自分で考えてできる人が今年は強いと。もうそうですね、もうその柔軟性っていう言葉ってすごい解釈は難しいと思うんですけど、やっぱりその柔軟でありすぎてもいけないし、頑固になっちゃうのも良くないわけですよ。すごいこうバランスっていうのが本当受験生にとっては大事で、やっぱり人の話を鵜呑みにしてもいけないし、要はその数多ある情報の中から取捨選択するっていう能力がすごい大事になってくるんですね。だからこれをまあ柔軟性と表現することもできるんですが、柔軟すぎてもそれは意思がないことになってしまうので、だからそれは自分のベクトルを決めた上で本当にいい、まあさっきのね投げ縄じゃないですけども、はい、必要なツールを見つけていくっていうのがすごい大事なんですよね。だから自重自公してる渋幕生は勝てるわけですよ、投げ縄で。ここでつな投げ縄で つながったっていうね。そう、なんでカットできなくなった。高校生クイズで吸ってるとこカットできなくなった。いやいやいや、もう大事ですよね。はい、じゃあそういった形で皆さんね、直前期ぜひぜひ頑張ってやってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。はい、今回はですね、細井先生においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。